月刊アウトは1977年から1995年にかけて毎月27日に発行されていた祈り書房官の月刊雑誌。日本初のアニメ雑誌とされる。半径は B5 半。創刊号は1977年3月発売の5月号。祈り書房のオカルト時代が休刊となり、その後がまとして演学書館と共に創刊された。 創刊テーマはアウトサイダー的に若者文化を見ようというものであり、型にとらわれないという姿勢から創刊後しばらくの間は半径も毎月異なっていた。創刊号はかんばしい売れ行きではなかったが、続く相関2号で宇宙船鍵山島関東特集。当時はまだアニメはマイナーな存在であり、創刊テーマにも合うということでアニメを取り上げたが、3代目。 編集長の大得意ワーク、それ以外の全部が失敗したことから徐々にアニメ路線にシフトを置くようになる。その後、宇宙戦艦ヤマト劇場版公開に合わせた第5号での特集が大当たりしたことで、方向性が決定づけられることになった。ただし、企画や感覚で勝負するという編集方針があった。ため、当時流行の兆しを見せていたアニメ情報誌には転向せず、 あくまでもサブカルチャー系の雑誌という立ち位置を崩さなかった。読者の投稿ページが多かったこと、またオリジナルの企画物が特徴的だった。投稿主体のアニメ雑誌としてファンロードと並び称されていたが、イラスト主体のファンロードに対しアウトは文章ネタの投稿が主体であり、読者年齢層も高いとされていた。また、アニメを元ネタにしたパロディ、 アニパロはこの雑誌から広まった。カルト級で出題された、日本で最初に発行されたアニメ雑誌はの政党が、1975年創刊の、自費出版誌、機関、ファン投手ではなく、投手だったことを考え合わせても、アニメ雑誌として、イメージは強かったものと推測される。一方、1981年に優れたムックである、ガンダムセンチュリーを刊行したようにアニメに対して、 真摯な一面もあり、評論記事や新作アニメ映画を評価する定期的な座談会なども掲載されていた。アニメ像を除くアニメ雑誌五誌が連携して日本アニメ大賞を主催していた1985年にはこの五誌の編集長座談会という記事も掲載している。さらに1986年には宮崎駿が行ったアニメ業界に対する苦言を含む会見を 小6とはいえアニメ雑誌で唯一掲載したこともある。なお、他の掲載誌は漫画評論誌のコミックボックスのみだった。もっとも、その会見で、宮崎がプロジェクト、エ子コのような作品を非難した発言を、半年ほど後の記事では、アニメキャラクターによる新春スター格し芸大会で、宮崎監督作品のヒロインが、エ子コの寸劇をするというネタにして使うなど、 コーナ内ー一方に偏らない幅の広さも持っていた。読者投稿コーナーに力を入れていたのも特徴である。その結果読者同士の横の連帯も生まれ、読者が自らをアウシタンと呼称するようになり、読者集会が全国各地で開催された。しかし投稿コーナーの常連メンバーが固定化し、古参読者にしかわからないような内輪ネタが増加し、 同時に、新規の読者に対して、ハードルが高くなるという弊害を招き、読者層の高年齢化に拍車をかけた。これは、企画時点で、日本サンライズから抗議が来る。いや、これくらいやらんとダメだ。と相当な議論が行われたが、後に編集長となる大徳の、首をかけるから結構。の一言によって掲載された。後日アウト紙面には、富野義行の、ねえ。 どうせ出すなら、もっと綺麗に描いてくれないの。おじさん綺麗じゃないと、勃起しないのよね。というコメントが掲載され、やはり富野さんは、ただ者ではない。と締めくくられこの騒動は終了した。アウトドクシャのことは、アウシタンと呼ばれていた。アウシタンは1979年5月号で、重度のアウトドクシャを指すものとして、奈良県の読者が提唱した故障。 やがて一般読者もアウシュタン、また隠れアウシュタンなどとも呼ばれるようになった。一方のアウシュターナは1985年4月号で男性読者が提唱。いずれもアウトファンに受け入れられ、休館後も読者を指す言葉として定着している。実り処方解散による休館後、政治ビブロスから発行された後継紙編集長は引き続き南馬健一郎 1995年5月に礼法が出され、9月より正式に創刊された。その紙面は既存のアニメ誌のスタイルと月間アウトの路線を設置したものだった。結果としてアウトの倍以上の部数を売り上げた。しかしその後部数は伸び悩み、何の前触れなくアウトから移籍してきたコーナーが打ち切られるなどの混乱も見られ、ナンバーは96年11月号をもって、 編集長の座を降り、紙面からアウト職は一掃された。しかしこれはアウト時代からの読者層が離れる一方で、新規の読者層の取り込みにも失敗し、部数が低迷する結果となった。結局翌年5月に休館。配列は役職別、ついで50音順。複数の節に入る人物は原則として上から優先で分類する。 元村幸男はじめ南原史郎大徳、鉄尾鈴木林太郎南、no. 波健一郎ランデブー1977年に発刊された増刊号。不定期発行の A4 版アニメ誌。タイトルはランデブーとしばしば誤記されるが、正しくはランデブーである。超人ロックが商業誌で初めて連載された本として有名。六号を、番型を、 B5 版に変えて出版しそれを最後に休刊。ランデブーコミックランデブーの兄弟誌。半型は B5。超人ロック、サイレン戦北を連載。3号で休刊。月刊ペケ1978年9月創刊のニューウェーブ漫画誌。翌年79年2月号で休刊。東秀夫どうでもインナースペース。日の秀氏愛しのモンスター、関明。 スター・シマック他を連載。三流劇画ブームロリコンブームの仕掛け人と言われる川本光次が編集長を務めた。コミックアゲインペケの復刊という体裁で創刊するも長くは続かなかった。平田博士の己らに次ぐなどが連載されたほか、旧刊号には大友勝博の少女漫画危ない生徒会長が掲載されている。 かっこいいやつ1979年12月、増刊号。蒸気機関車の特集号。アニパルコミックスアウト増刊のコミック誌。後に独立刊行。詳細は、アニパルコミックスを参照。アラン、少女のための短微ハマガジンをキャッチコピーにした、純ン的な少年愛雑誌。1980年に、アウト11月号増刊として創刊。3号より。 格月雑誌となり、1983年に、独立観光。1984年、通算22号で休刊。SF アートギャラリー、クリスタルイマージュ1978年10月、増刊号。SF イラスト集。掲載画家は、中西信之、岩渕慶作り、加藤直行、金森徹、金子三蔵、荒井園子、畑野照夫。 中島康史ただし、林美砂夫、野田博士。他、三瀬竜が裏拍子に一文を寄せている。ありがとうございます。